牛若丸も出てきますね、うん、牛若丸って言って、まあ、牛若丸は要は人を殺してるからね、うん、要は武将って、まあ、だからこの偉人っていう意味で言うと、うん、その有名な武将だって基本的には人を殺してるじゃない、うん、確かに、うん、だからそのどんなに志が高くって、うん、その大義のために生きたとしても、うん、まあ、罪は積んでるでしょ、同時にって、うん、やっぱそのなんやろな、役割のために生きてたって役割に徹すれば徹するほど積むカルマもあるっていうか、その罪もある、うん、だからじゃあかといって役割にも徹しませんってなったら、じゃああんた何のために生きてんのって、うん、だって役割に徹しないことも罪やんかって、うん、例えばね、その人が、まあ、例えばよく言うけど、うん、なんか飛行機のパイロットとして、うん、自分の役割パイロットやんか、うん、でその人が急にちょっともうしんどいんでって、うん、今日飛びませんって言ったら、その時にもバタバタしてその前はね、その飛行機の会社の中でも、え、ちょっとパイロット取らんとか無理やんってなって、うん、遅れましたとかになるやん、 そうですね、それが遅れたことによって困ったことになる人もたくさんそこにいるわけじゃないですか、うん、そうですね、だからそこの役割は守るっていうことはやらなあかん、うん、でもその役割、まあ、こうパイロットだったら別に役割守ってなんか人を殺すってことはないと思うんですけど、うん、でも役割意識、例えばプロだったら親の死に目に会えなくっても、でも今自分の目の前の仕事は確実にやってから行くっていうプロ意識ってあるじゃないですか、うん、そういうのってすごく大事だと思うんです。でもそれを守れば守るほど、まあ、昔の人たちっていうのはそのいわゆる偉人ですよね、うん、まあ、罪も作りやすかったし、うん、そうやって、まあ、人を殺しなくても、うん、例えばそのね、なんか研究をしていった人って、うん、その研究は結局それがなんかこう人のために良くない方に使われることもあるじゃないですか、うん、そうですね、やったらそれってその人の罪になるのって、まあ、もちろんそれは一部はなると思うんですよね、うん、やった時にその人は自分が何か人のためにと思ってやったことでも、うん、どっかでやっぱそうやって転用されたりしたら罪を作ってしまう、うん、自分の知らないうちに、うん、ただ人って結局生きてたら絶対罪は積むんですよね、うん、これカルマって言いますけど、うん、だから例えば私が菅井さんに対して、うん、なんかこう普通に思ったことをそのまま言うとするじゃないですか、うんうん、例えば何ですかね、ミルキーの子ですか、なんか例えば、まあね、ちょっとね、前の菅井さんだったらこうプニプニしてたからプニプニしてますねってもし言ったとしたら、はい、菅井さん的にショックを受けるかもしれないじゃないですか、そうですね、そしたらその時傷ついてますよね、うん、そうですね、ってことは私罪を作ってますよね、あ、なるほど、でもその時私プニプニしてるなって思ってるけどスマートですねって言ったら、うん、今度は嘘をついたっていう罪になりますよね、スマートじゃなかったとしたらですね、うん、って言ったら結局どっちに転んだって罪を作るし、うん、ね、食べ物を食べてる時点でもうすでに生き物の命を草だろうが動物だろうが魚だろうがいただいてるので、だから人間生きてる以上は絶対に罪は積むんですよ。だからそれが英雄であろうがなかろうが、人のために生きるって言われて、得罪の生き方をしないと、もう借金だけ、その罪だけ作って借金だけどんどん膨らんでいくけど、その貯金っていう意味で得を積まなかったら、どんどんその借金がもう大きくなって、まあ、地獄に行くじゃないですか。そうですね、でもその徳を積んでたら、うん、まあ、ちょっと帳消しじゃないけどもうできるというか、帳消しにもならないかもしれないけど、でもそうやって自分の役割を守るために一生懸命やって、それでもなんとか積まへんように、罪を積まへんように最大限の努力をしながらでも役割を果たしましたって言った時には、それはエンマさんも多少ね、情状酌量はしてくれますよ。だからそうやって自分が生き方ですよね、地獄に行く時って、まあ、地獄に行く人って多分その生き方のとこ最初に見られるんですよ。うん、それがね、あの最初にこう閻魔様10人、閻魔様というか10人裁判官がいるって言うんですけど、うん、最初に、まあ、これあの言っちゃうと三途の川渡るじゃないですか。うん、で三途の川渡る前に1人目の人がいるんですよ。うん、でその人のところに行った時に、お前は三途の川のここを渡りなさい、ここを渡りなさい、ここを渡りなさいってそれぞれ指名されるんですね。それって川の深いところとか浅いところとか、いや君船でいいよとか、化け物がいるところ通りなさいって言われるところもあるんですけど、それをまあ言われたところをちゃんと渡っていくかどうか、まずでちゃんと渡っていったら、三途の川の先に脱衣場っていうほぼ半裸のおばあさんいるじゃないですか、これ出てくるんですけど、完全にね、の男によって態度を変えるっていう、でしかも脱衣場っておばあちゃんなんですけど、自費出版でヌード写真集出しちゃうようなエキセントリックなババアなんですけど、カルマなんですね、カルマですよね、これ完全にカルマ積んでると思うんですけど、でもその脱衣場のとこに行ったら、バッてこう着てきた服を剥ぎ取られて、それを木にかけられるんですね、脱衣場に。ほんならそしたらその木の枝にかかるから
めっちゃ濡れてたらしなるじゃないですか、うん、そのしなり具合でその人の罪の重さが分かるんですよ。あ、要は最初にここ通れって言った時ってその人の罪の重さに合わせた場所を通れって言われてるんですよ。でそれに応じたところを通ってきたらそれなりにしなるはずなんですけど、うん、それに見合わないしなり柔らかいしなりを見せた人、うん、そもそもここ通れって言ったところ通ってないっていう嘘をついてるんですよ、だからまずそこの1番目から脱衣場の間でそもそもこいつの証言とか行動って信用できるのかっていうところを見られるんですね、うん、でそれが衣類に現れてるんですよ、服に、うん、服にその人のカルマの重さとかそういうのがついてるから、うん、要は脱衣場によってこいつの着物でその人のなりを分かるっていう、着てるものでその人となりを知るっていうところが第一関門なんですよ。でもそれって普通に人間の今生きてる社会と同じで、その人となりを見ようと思ったらまず着てるものを見ないですか、うん、例えばそれがどんなにこうね、ブランドの服であっても不潔感漂う汚れてるものを着てたらもうそれでその瞬間にあーってなるじゃないですか。で一番よく言われるのは足元を見る、靴を見られるって、うん、どんだけ立派に見せてても靴見たらあーって、うん、でも逆に営業マンやったら靴すり減ってるぐらいの人やったら、うん、おーってなるじゃないですか、うん、そうやってその人の人となりってその人の身につけてるものに現れるっていうのは、うん、それは地獄でも同じなんで、うん、だからまず自分がどういう印象を与えるかっていうのは本当に服にも出る、うんうん、なので、まあ、その地獄でも最初にそこを見られるよって、うん、だからまずそうなりたくなかったらまずは自分も生きてるうちからまず衣食住を正すっていうじゃないですか、うん、だからまず服もみんななんかこう住環境を整えることをみんなやるじゃないですか、うん、掃除したりとか、うん、なんかこう綺麗にしたりとか、うん、いいものを置いたりとかするじゃないですか、で食事も添加物なるべく使わないようにとか、うん、体にいいものを取りましょうってみんなやるじゃないですか、うん、でも一番忘れがちなのが衣なんですよ、衣、うん、衣も衣食住ってわざわざ言うぐらいやから実はすごく大事なものなんですよね、うんうん、だからそれも、まあちょっとこのね、脱衣場じゃないんですけど、まあ、見てる人はやっぱみんなそこの部分、だって衣食住の衣って家の部分って外であったって見えないでしょ、うん、そうですね、食も一緒にご飯食べなかったら分かんないじゃないですか、基本的に、うん、で肌っていうのはその人の衣になるんですよね、うん、だからその人が何食べてるかどういう環境に住んでるのか肌を見たら分かるじゃないですか、うん、だから最大のその人にとっての、まあ、一番薄着の部分っていうのは、うん、スキン、肌の部分なので、だから肌、だからそれお風呂に入ってなかった赤だらけだったらうわーってなるじゃないですか、うん、だからとにかく衣食住でその人と何を見られるけど、うん、一番パッと見でもすぐバレちゃうのがその衣の部分、うん、お洋服だったりとか肌だったりとか、まあ、要は空気感ですね、その人の出してるがもう物を言うのでどんだけ取り繕ってもそこを見られてるよっていうのはこの三途の川に現れてるんじゃないかなって思いますね、うんうん、